つもお世話になっています。ヒロです。今日は、テラスタルフェス EX の、マスターボールミラーと SR 以上のカードの封入率を調べ、出にくい順にランキングにしました。フラゲ開封をしていた方の、200ボックスの結果を参考に集計しています。200ボックスで、出てこなかったカードは、ランキングに載せていないので、ご注意ください。また、画像はモンスターボールミラーですが、封入率はマスターボールミラーのものなので、ご注意ください。調べるのがめちゃくちゃ疲れました。せっかくなので、この動画を拡散してもらえるとありがたいです。マスターボールミラーを集めるのはめちゃくちゃ大変そうです。動画の最後にマスターボールミラーと、ゴッドパックの確率も算出しているので、最後までご覧ください。この動画を見てよかったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではご覧ください。
ぶか。